はい。皆様、こんにちは。鈴木達夫です。今回、シクスティンジャーナル、日本の写真特集ということで、その中で、私の写真も掲載されることとなり、とても、光栄に思っています。ぜひ、皆さんに見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。で、私の写真なんですけども、モノクロで、東京の街と人というものを撮っています。これはですね、もう10年近くずっと撮っているんですけれども、その自分の根っこにある感情といいますか、自分のマインド、それと、街と人が行き交う光景ですね。そこがシンクロした瞬間を、カメラで写真で収めることができればという思いで、撮っています。そうしたものを、一つ一つ積み重ねて、また、次のステップにしていきたいと思っています。また、最近はですね、ポートレートも積極的に撮っていまして、そのポートレートっていうのも、東京で撮っていまして、よりその東京の街とか人っていうものを多面的に、表現することができればな、ということでやっています。そのようなわけで、次号のシクスティンジャーナル、私自身もすごく楽しみにしています。皆さんもぜひご覧ください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。Okay, I'm looking forward to see it. Okay, yeah.